はい、お疲れ様でございます。今日はですね、こちらでございます。2時半起床生活を9日間続けてみましたというね、お話をしてみたいなと思います。今ね、この動画を収録しておりますのが8月の15日、見えるかな、8月の15日でございます。実はですね、今日までですね、私ね、9連休、まあ、お盆休みのね、長い9連休でございました。まあ、明日からですね、また仕事が待ち受けているんですが、じゃあね、このね、9連休の間、私ね、毎朝ですね、朝なのか夜なのかよくわかりません。2時半にね、起きるっていう生活をですね、この9日間、まあ、連休中ですね、毎日、行っておりました。今日はね、そんな、まあ、2時半起床生活、やってみてね、ちょっと5つほど分かったことがありましたんでね、今日はそんなお話をしてみたいなと思います。ちょっとね、これはね、私がね、Google Fit っていうね、あの Google のね、アプリケーションでね、撮ってるね、睡眠の状態なんですが、ここを見ていただければ分かると思うんですが、これがね、朝なのか夜なのか夜中なのか微妙なんですが、これ3時でございます。まあ、深夜の3時っていうところですよね。その前のところにね、バーがね、こうあるかと思います。まあ、つまりね、毎日毎朝、なのかな、2時半にね、起きてるという感じでございます。ちなみにね、まあ、寝る時間はだいたい9時、より前、まあ、8時台、8時半とかね、8時、ちょっと回ったぐらいからね、9時過ぎぐらいにね、だいたい寝れるという感じでございますっていうね、まあ、こういう生活をね、まあ、これはね、1週間分だけなんですが、まあ、その前後も合わすとですね、9日間、行ってみました。でね、このね、行ってみてね、実は、こんなことあったのとかね、こんなになるんだっていうのがね、分かったことが5つありましたんで、それをね、今から、まあ、こちらでね、ご紹介してみたいなと思います。まず1つ目がですね、1人の時間がたっぷりとできましたというところでございます。まあ、もともとね、私ね、この2時半にね、まあ、なんで起きようかなと思ったところなんですけど、まあね、このね、今年の9連休、まあね、やっぱりコロナの関係もあって、まあ、どこにもね、ちょっと外出できないなっていうところありました。まあ、普通にね、まあ、家にずっといると、だらだらね、過ごしてしまうかなと思ったんで、まあ、この今日、こういうね、時だから、まあ、早く起きてですね、まあ、勉強したりとかですね、読書したりしようかなと思ってですね、まあ、2時間にね、起きるっていうね、のをやってみたんですが、まあ、見事にですね、一人の時間がね、たっぷりとできたっていうわけでございます。大体ね、まあ、毎朝、うちのね、まあ、奥さんの方がね、まあ、朝の7時半ぐらい、そしてね、子供はね、その30分後ぐらいの8時ぐらいに起きてくるんですが、まあ、つまり、2時半から7時半までね、誰も起きてこない一人の時間なんでね、つまり1日ね、毎朝、朝から5時間ぐらいはね、一人の時間ができるってところでね、まあ、たっぷりとね、自分のね、一人の時間をね、過ごすことができました。まあ、おかげでね、まあ、読書を3時間して、そしてね、まあ、ちょっと仕事関係の勉強を1時間して、そしてね、まあ、この、お盆休みからプログラミングなんかもね、ちょっと勉強しようかなと思ってね、毎日ね、1時間、やってるところでね、まあ、これでね、ちょうど5時間なんですよね。なのでね、読書なんかはね、ほんとね、毎日ね、1冊以上ですね、多い時にはね、3冊ぐらいね、まあ、読むぐらいの、ね、スピードでね、本がね、たっぷりね、読みたっていうところでございます。そしてね、2つ目、2時半起床生活やって分かった2つ目なんですが、ご近所さんの生活が分かったというところでございます。実はね、私ね、今ね、ここ住んでるね、家なんですけど、まあ、10年住んでるんですが、実はね、お隣のね、旦那さんね、一回もね、見たことなかったんですよね。なんかね、あの旦那さんはいるっていうふうには聞いてるんですが、で、しかも、なんかね、非常に朝早い仕事をしてるっていうのはね、聞いたことあるんですが、なかなかね、やっぱり時間帯がね、全然、早くね、仕事に行かれているせいもあって、全くね、会ったことなかったんですよね。なので、まあ、本当にいるのかなっていうふうにね、ちょっと半信半疑だったんですが、実はね、この2時半起床生活をね、やってる時にね、まあ、何度かね、お目にかかることがありました。3時過ぎぐらいですかね、むちゃくちゃ早い、まあ、時間帯にね、出勤されてたんですが、まあ、何の仕事をしてるのか分かんないんですけどね、まあ、何度かね、お会いすることがありまして、あ、本当にいるんだな、というのがね、分かった次第でございます。まあね、10年ぐらいずっとね、もやもやしてたんでね、まあ、ちょっとね、このもやもやがね、取れて、すっきりしたかな、というところでございます。そしてね、3つ目なんですが、朝の9時でもうすでに眠いんですっていうところでございます。皆さんもね、まあ多分まあ、毎日ね、6時とか7時、8時ぐらいにね、起きる生活をしてるかと思いますが、多分ね、まあお昼ご飯食べた後、まあつまりね、1時とか2時ぐらいになると、急にね、眠くなるんじゃないかなと思います。まあ大体、まあ起きてから6時間後ぐらいですか、6時間か7時間後ぐらいにね、急に眠くなるかと思うんですが、まあこのね、2時半、起床生活をね、やってますと、そのね、
お昼ご飯食べた後に眠くなるんではなくてですね、まあ、そのずっと前ですね、朝の9時で急にね眠くなるっていうところがね分かったっていうところでございます。まあね、朝の9時、まあちょうどね、子供たち、まあね、私以外の家族がね、起きて、まあ朝食食べてですね、で歯を磨いて、さあじゃあ一日のスタートをしようかっていうね、9時台にですね、私はもうすでに、まあ、居眠りをしてるっていう状態だったんでね、まあ家族全員私見てね、なんでこんなね、朝から居眠りしてるんだみたいな感じでね、見られておりましたが、まあなんとなくね、人間の体ってそういうふうに、まあね、起きてから6時間、7時間後ぐらいに体が眠くなるように、ね、なってるんだなというのはね、分かった次第でございます。そして4つ目、1日4食生活になりましたというところでございます。まあ、2時半に、ね、起きるとですね、やっぱりね、まあ、起きてから1時間ぐらい、まあ、1時間ぐらい経つとですね、お腹が空くんですよね。なのでね、まあ、大体3時半ぐらいに1回ね、朝ごはんを食べます。まあ、朝ごはんで言ってもね、まあ、食パン1枚、1斤とですね、あとバナナをね、食べるぐらいなんですが、まあ、それ食べた後に、でそしてね、まあ、8時ぐらいにね、家族がね、起きてきて、まあ、朝食を食べます。まあ、私もね、一緒にね、その時にね、2回目のね、朝食を食べるんですよね。まあ、それもね、まあ、そんなにがっつりっていうわけではないんですけどね、まあ、ヨーグルトにね、まあ、あと、ナッツに、そして梅干しに、そして納豆なんかをね、ぶっかけてね、混ぜてね、食べるっていうね、やって、あとね、まあ、もう1本バナナをね、食べておりました。まあ、そしてね、あとはね、お昼ご飯、晩ご飯とね、家族で一緒に食べるというふうな形の生活をしているとね、1日ね、4食のね、生活になったという形でございます。まあ、私の場合ね、毎日ね、走ってますんで、まあ、1日4食食べたからって言ってね、太ることはなかったんですが、まあ、ちょっとね、多分運動なんかしなかったらね、やっぱりね、どうしてもカロリーはね、普通の人よりも1食多いわけですから、まあ、取りすぎになりますからね、もしかしたら太ってたのかもしれないですよね。はい。そして最後、2時半起床生活をやってわかったこと、最後のね、5つ目なんですが、睡眠時間が短くなってしまいましたというところでございます。私ね、このね、2時半起床生活をする前まではですね、まあ、1日最低ね、6時間は寝ようと。まあ、ベストはね、7時間ぐらい寝ようというのはね、心がけておりました。それがですね、まあ、ここちょっと見ていただけばわかるんですが、大体ね、1日平均ね、そうですね、5時間30分ですか。5時間半ぐらいなんですよね。で、少ない時になってくると、5時間を切ってしまうっていう時はね、この火曜日なんかはね、5時間切ってるぐらいですよね、睡眠時間が、になっておりました。ということでね、やっぱりね、睡眠時間はね、短くなってしまうんですよね。っていうのが、朝ね、起きるのはめちゃくちゃ早いんですが、夜寝るのはやっぱりね、まあ、先ほども言いました通り、まあ、晩ご飯ね、家族全員で一緒に食べて、その後ね、家族団らんなんかをしてるとですね、どうしてもね、寝る時間、まあ、2時半に起きるということは、まあ、7時とか8時ぐらいに寝ないといけないんですけど、まあ、そんな時間になかなか寝れないんですよね。どんなに早くても8時半ぐらいですかね。まあ、家族がね、一緒にいると、まあ、家族といろいろとね、おしゃべりなんかしたりとかしてるとですね、まあ、どうしてもその時間になってしまうんで、となってくると、まあ、必然的にね、睡眠時間がね、減ってくるというところでございます。というところでね、このね、9日間、毎日2時半にね、起きるという生活をやってみたんですが、まあね、ちょっと一旦ね、ここでね、このね、超早起き生活というのはね、一旦ね、終了したいなというふうに思います。まあ、さすがにね、明日からね、普通にね、朝9時から夕方5時半までね、まあ、仕事をするというサラリーマンの生活を待ってると、2時半に起きるというふうになってくるとね、ちょっとね、さすがにね、まあ、生活のリズム合わないかなと思いますんで、これはね、一回ね、ちょっとやめてみたいなと思います。まあ、とはいえね、私ね、毎日ね、それまではね、朝4時に起きてるという生活をしておりましたんで、またね、2時半から4時起きのね、生活に戻るかなと。まあ、超早起き生活から、まあ、超早起き生活に戻るかなっていうような感じですよね。というところになりますんで。まあまあ、なかなかね、こういう2時半にね、毎日起きるというね、まあ生活。まあね、特にね、まあ早朝のね、仕事をされている方以外の方はね、あんまりやられる方いらっしゃらないかと思いますが、まあもしね、興味ある方いらっしゃいましたら、こちらね、参考にしてみていただければなというふうに思います。はい。ということで今日はですね、2時半起床生活を9日間続けてみて分かったことをね、ご紹介してみました。今日のお話面白かったな、参考になったなと思いましたらですね、ぜひ高評価、またね、チャンネル登録またの方はですね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい。ということで今日はこの辺でお話を終了いたします。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。お疲れ様です。